監獄学園、星2。くっそ激烈にエロい作画が得意な平本明が作ったエロスとバイオレンスのコメディ漫画。主人公は男子高校生の驚愕化したばかりの元女子だか私立発行学園に入学したやつ。そいつがなんやかんやあって女子風呂を覗いた罪で裏生徒会により懲罰等に投獄され、主人公の愉快な仲間の男子生徒5人も含めた高校の監獄で女監守の JK から色々とエロい懲罰を受けるという感じの漫画。前半のこのコメディ要素がくっそ激烈に笑える作品であり、囚人のような扱いを受けている彼らは自由に外に出たりできないが、主人公はくっそ偶然の JK とのおデートをしたいという欲求から友人たちに頼んで主人公を一時的に脱走させる手助けをしたり、それが女監守にバレないようにみんなで頑張るとか、主人公チームの愉快な仲間たちのキャラがぶっ飛んでいて、三国志好きのござる、だったり、神聖のド M であるクズだったりいい感じのキャラで出している。くっそ真面目に、尿意を我慢するために頑張るとか、本当に極めてしょうもないことを真剣に表現することによる笑いのセンスや勢い凄まじく面白く、しっかりエロい作画を全体の 80% を超えるように作画しているので、何もない会話シーンですら読者に対するサービスを忘れない。ここからネタバレ。この作者は前半はくっそ面白いのだが、中盤以降は同じようなネタの繰り返しでマンネリ化してしまうし、何よりも最後のオチがくっそ激烈に下手というか何も考えていないオチであり、オチだけは編集に決めてもらった方がいいと思うような感じ。